触事故のハンガリー大ローバルが無事意識を取り戻した模様。ハンガリーサッカー協会は BBC に対し、バルナバス・バルガ選手が意識があることを確認した。彼は病院に搬送されたが、現在は制御されており、容態は安定している。バルガ、意識回復したみたいでよかった。とりあえず意識あるようで安心した。バルガ選手の意思を継いでハンガリーの選手みんなでスコットランドに勝ったからマジで3位通過してほしいな。最高のニュースだ。勝利を締めくくる素晴らしいニュース。ハンガリーにとっては衝撃的な一夜であり、今後のハンガリーフットボール史に語り継がれる試合だろう。もし決勝トーナメントに進出することができれば、バルガ自身とチームメイトは偉人となる。サッカーとはね、こういった状況ではハンガリーにとってさらに意味のあることになる。バルナバス・バルガに思いを寄せているよ。ドミニク・ソボスライが迅速な医療対応を促進した行動に称賛を送ります。誰よりも試合に走り、チームメイトのために担架を呼び込んだソボスライに敬礼を。ソボスライはレッツの誇りです。お、公式？マジでよかったな。ソボスライは男、年は少し下なのになんでかっこいいやつ。このキャプテンを何があろうと応援し続けると誓うよ。カレーよ、カレーを作ってくれてありがとう。